ということで、今回の新着にちゃニュースです。男気じゃんけんとか言いますけど、男気じゃんけんとかって誰がおごるかみたいな話になりますよね。そういうイメージがあるんですけど、こういろいろそれについてコメントがあっても、まず周りに流されない、仕事ができる人、器が広い人、プールで常に冷静、頼りがいがある人、何でも仕事できちゃう人、コミュ力高い人かな。何事にも動じない人、浮気しない人、損しても誰かのために何かできる人、困ってると助けてくれる人、細かいこと言わない人、言い訳とかしない人、待ち合わせに遅れない、女を泣かせない、自分の意見もちゃんと言える人、みんなに優しい、小さいことでイライラしない、卑怯じゃない人、浮気しない人、薬やらない人、責任ある男の人には感じる、誠実であること、困っている人が助けてあげる人、困っている人がいたら助けてあげられる人、大きい声で怒らない人、間違いを間違いって言える人、機械関係を触れる人は男を感じる、寡黙に仕事する人、おしゃべりな人は男いなく見えるとか、もう本当にもうすごいいろいろ来てますね。有言実行できる人、レディーファーストができる人、自分より弱い立場の人を守れる人っていうことが多いですね。あと同性から好かれる人とか、そうですね、失敗することとかってすごい誰にでもあって、失敗することをすごいこうなんか恥ずかしいと思って、プライドがあるから失敗したことをこう隠そうとか、そういう人って多いと思うんですけど、それは、まあ、確かに男気とは言わないなって思うんですよね。これを見てても本当正直に、間違ったら間違ったっていう言える人で、自分が損するとかを考えないで正直に言う人、正直なこととかっていうのが一番男気があるよねって思いますね。間違ったら間違った、ごめんなさいって言って、それを否定とかしたりせずに素直に受け入れてる人、誠実である人、本当間違えることはかっこ悪いことじゃないと思うので、間違ったら間違って素直に謝れる、ありがとう、ごめんなさいを素直に言える人なんだなっていう風に思いました。くるみアロマもね、結構